塗り替え道場ってじゃあ、まあ、それじゃ不十分じゃないって、お客さんがもっと喜ぶためには何やっていくのっていうことを多分パートナーかな、塗りのことっていうよりもちょっとした気遣いのこう最後、ああそれですね、おやってもらおうかこっちから水入らないようにここをコーキングしてもらおうかな、うん、塗ったことによって黒くなって目立つ隙間、僕の足場バレてから網戸がこっちにあるあっちにあるの嫌なんですよ、すごいな、見ただけで気づかないことも気づくって、気づかんだろこの、はい、すごいすごい、はい、始まりました。もう3日間ゴルフ行って寝てますやん疲れて始まってます、もう通るの前にじゃじゃーん、いや分からん、塗り替え道場劇場開始、いや分からんじゃじゃーん、やばいし、テンションついてけば急にこのテンション、はい、本日は何っていうと、はい、まあ、これ大きい、なんだろうな、アパートっていうかアパートなのかな、おはようございます、どうもデイブです、二階堂上劇場始まるよ誰始まり方独特すぎる、始まるよ、もうだんだんプロプロ化してる、河合さん相手にすら自然、もう仕事見とるから今シャラがもうそういう緊張が取りに来たもうあと何お前があったっておった当時最初の頃だよね、もう4年ぐらい経つんじゃない、あれ撮ってて今日は何韓国人さん、お前もうレギュラーでやってるのこれですか、レギュラーでやってるの、レギュラーでやってるの、なんで観光検査って言うの、でうちなんかまあ職人さんがまあ長くて何年も追ってくれてる人が多くて、まあ、職人じゃそこは任せてんじゃないのって視聴者が思うと思うんだけど、なんでわざわざ観光検査それですか、はい、お願いしますどうぞお願いします話進む、話が進まんわありがとうございます、ありがとうございます、あの今まあちょっとぐるっと見て回ったんですけど、基本的にその塗りがどうとかっていうのはあんまないんですよね、その、今ちょっと江戸に直して頼んだのは結局もう構造的な問題で、もともとそのまあ今だと例えば屋根の上の板金との重ね、シーリング入ってるんですけど、まあちょっとシーリングがやりきれてなかった部分とか、ちょっと塗ったことによって目立つ場所とかってあるじゃないですか、例えば色が薄いと、あの元々こんな薄くなかったんで、映していい、壁がね、壁が、うん、ちょっとさーっと薄いの塗ったことによって、うん、メッチの隙間が目立ったとか、うん、あ意外とここ隙間空いてたんだって最初気づかずにコーキングしてなかった部分とかをが見えてきて、あっていうことはコーキングしといてとか、工事に入ってないこともしっかりチェックして、あ、ね、じゃあまあ釘とかもよくあるよね、釘が塗れとるけど、ね、職人が聞き聞かせてくれるのか、うん、そのまま、ね、釘穴が開いたまま塗り込んでもらうのか、はい、っていうのをちゃんと言ってるんですね、そうですね、もう若干引き気味だちょっとやめてちゃうちょっとやめてちゃう、俺殴ってほしいのかどんどん変な汗かいて俺パランカなんだろう、これ車の中ではゴルフ3日間行ったからえらい疲れたってずっと言ってたんですよ、すごい切り替えで切り替えがやばいですよこんなんじゃなかったのになるほど、でそれで一応まあ最終的にチェックする、そうですね、あとはその室外機の粘土とかがまあ外れてたらこういうとこやっといてねとか、あ、まあ本当にちょっと塗りのことっていうよりも、うん、まあ、ちょっとした気遣いのこう最後に、ああそういうことね、とらわれてる人みたいに絵と真ん中あって捕まった絵と真ん中あってそれってさ、俺もさ、まあまあね、まあ、真面目な話やっぱさ、まあ、仕事でも何でもそうだ、ミオもじゃあ来ました、友達の同級生の娘で来て何も使えこれやっといて分かったとか、めんどくさいみたいなそのノリだけど、やっぱり1年も半ぐらい1年ちょっとですね、だんだんその、まあ、俺が何求めてるかも分かるし、仕事ってそうだよね、観光建設とかで教育じゃないけど、もちろん職人さんって腕は一流だからさ、もちろんで特にうちなんかもうダメですよ、すぐピーンって切るじゃん、もういいよわしらだろうみたいな感じだから、いい子が、まあ、もちろん残ってるけど、塗り替え道場ってじゃあ、まあ、それじゃ不十分じゃないって、お客さんがもっと喜ぶためには何やっていくのっていうことを多分突き詰めるとか、まあ古い人間そういうみんなできるよね、そういうことはもう、あこれ言われるだろうなっていうところも、あ、まあ、そうです、釘のこととかも普通やんないけど、まあ塗り替え道場来たら言われるから、やっぱちゃんとやんなきゃとか、それってあるかもしれないね、
あのこれがもうじゃあ職人さんがまあ確かに一流です、いい職人さんばっかりです、だからもう契約決まった時からお願いします、職人さんやってお客さんの打ち合わせもしてって言っても一応職人さんがみんなできるってばっかじゃん、まあそうですね、お客さんともコミュニケーションちゃんとできるってばっかじゃん、お前がコミュニケーション取れる。何ですか。ちょっと挨拶に。こんにちは。こんにちは。こんばんは。何のレッスン？何のレッスン？ホゲと。あり。あり。なんて言います。始まりホゲと。イニシティ。ここでのコミュニケーション別になんか意味わからないし。アホとアホなんだけど。でもこいつもね、なんかコメント欄でなんか。仕事ができんねだろうとかどうとかで書かれとったけど、仕事ができんね結局出戻りしたんかとか何したんかとか言って言われとるんだけど、ちょっと一言言ってって。そうでもないです。そうでもないです。広がりホケと西西西もっと強気で言ってほしいね。そうでもないですって。そうでもないです。まあこっちからお願いしたんで。そうだよね。今日のはさ、もう元々の視聴者の皆さんも何回か聞いたことあると思うんですけど、職人でもうだいぶレベル高いから。そうですね、尊敬、今まで経験してきて、遅い遅い、もっとちゃんと言ってもっとハキハキ言って、そこだけはちゃんと今まで、塗装で経験してきて、はい、あの、会った中で、1、2番ぐらいの腕そらすけー何それっすかしかも、1、2番ぐらいでまあ職人をずっとやってて、うちの会社にも職人として入ってきて、うん、まあもうその時には1、2番で、何歳の時に来た33で、まあいろんなことを経て、まあうちにバーンって来て、職人で働いたんだね、はい、結構うちはまあ一人親方と、一人親方は全部責任施工、現場任せるで、従業員っていうのが 4、5 人ぐらいおったんだけど、やっぱそこに俺もメッセージだけどいつも、うん、もう何十人で使ってるんだけど、もう現場行くと休憩ばっかしとるとか、もうお前ら何やっとんだこれって言ってよう怒ってるみたいな感じで、河合君がポンって入ってきたからね、そこをめちゃくちゃ改善したんだよね。まあそうですね、まあ改善というかみんな辞めてもらったって感じでそこから一人で1年ぐらいやって、薬丸入って、エイト入って、あ、一人ずっとやったの。やってます、1年ぐらいは。仕事なんてやつみんな辞めてたんだ。辞めてたなんでそいつらはあれだよね、厳しく結構教えて、まあ、なんかあいつなんか別に塗装経験ってそんななかったけど、ない、ゼロですね。でみんなちょっと一人前になったぐらいで、河合君が、まあ、営業に抜けたんだね。そうです、で営業で、まあ、一営業から始めて店長になって、今マネージャーっていうか、まあ、部長クラスだよね。で全営業任されてるんだけど、すごいよ、そう考えたら河合必須のすごいですね。やっぱ営業が強くないから、これお客さんにとってはすごいプラスだと思うんだけど、俺は文句言うんだよね。もっと営業としてもやっぱある程度の言いは踏んでから、もう現場のことが大事だから、現場とかそれもすっごい大事なことだけど、じゃあそこにじゃあ営業マンたちをどう、うん、効率よく動いてもらえばね、10人メンバーがこうやって動くのもちょっと変わってくるかなというか、まあ結構ぐじゅぐじゅよね。週1ミーティングでは結構ぐじゅぐじゅ、すごい嫌な顔してますよ。ちょっと現場見たいけどな。ちょっと見せてくれたそんなことやね。社長さんのためにこの坂作られてるみたい、足腰弱い人のためにあ、さっき言ったのとこだね。なんでまあ塗りっていうより、ああいう棚埋めてもらったりとか、うん、こう、あ、これを埋めてそうな、お、やったばか、そして今日もさここ隙間空いてるんで、うん、あ、もともとですけど、やっぱりここコーキングして勾配こっち向いてるんで、水入ったらこっち落ちて、で多分アルミテープで補強したるんですけど、うん、こっち穴開けた、ドップしてドップしてドップして、なんでこういうところのアルミテープでこっちは補強しとるんだ、してるんですけど、うん、危ないよ、気をつけないと。もうみんなが思ったこと言っていい、落ちろそのまま頑張ってる視聴者が、視聴者そのまま落ちろって落ちろそのままあ、なるほどね、ここアルミテープで補強して、でこっちから水入らないようにここをコーキングしてもらおうかなっていう、うん、あ、ここだけちゃんと収めちゃんと見て、はい、やらなきゃいけないよ。なんでやってないのお前だけ。こんなもんだって言われてからやっとったらかんやろ。そうですね、あ、そうですね、腕落ちたんかお前。はい、腕じゃないの、愛情だな、愛情ですね。それで、あ、これシールか、そうそう、ボンドコークじゃない、はい、あ、こういうのをやっぱ
塗らないとちょっと分かんないところとかも結構出てくるんで、塗ったら目立つし、まあこういうモフとかでも普段継ぎ目とかやらないんですけど、やっぱり塗ったことによって黒くなって目立つ隙間、こういうだけはまたその塗ってから気づくもの、あこういうちょっとのことがね、そういうとこはちょっとあの縦埋めしてって言って、やってないじゃん白になってやっと気づくんですよね。だって今日も観光検査でしょ。あとはまあ職人さんに言ったことで、網戸を、うん、僕の足場バレてから網戸がこっちにあるあっちにあるの嫌なんですよ、うんうん、全部統一してほしいんですよ。右なら右に、あ見た目ね、例えばこういう状態で終わってるとやっぱりやりっぱなしって思うじゃないですか、なんで網戸全部ずらしといてねって。わあ、ね、これ足場バレた時に、うん、やっぱり全部右側に網戸あったらちょっと綺麗なんですよ。確かに見た目めちゃくちゃいいかもしれない。そこは結構網戸いつも言うよね。これ普通の営業じゃなく職人やった営業さんだからこそ、そうだな、気づくことかもしれない。なんか俺ええー、と思ったもん今。あそうだ、足場バレした時にパッと見て、そうですね、すごい、見て、あこれもまた穴です。あーこれ結構細かく直しとるじゃん。結構その配管がもともとこっち多いんで、うん、まだ今拾ってる途中なんですけど、だけどこれ2枚に気づいてほしかったけどな。そうそう次回はそうなってるわけだよね。何ですかね、人によると思うんですけど、うん、その最後にやる人とその塗る前にやる人みたいな、うん、だけど塗った後だってダメでしょ。これもともと色が濃くって、うん、あの穴が見えないんですよそんなに。あ例えばこれぐらい濃いと穴気づかないじゃないですか。あ黒に黒だとね。で薄くなってやっと気づいたのを今全部最終で拾っていくので、下塗りだね、分かるよね。まあサビの出るときに痛いとこばっかついてくるでしょみたいになって。いやそのだって先にやった方が仕上がりはいいでしょ絶対。まあまあまあそうですね。まあシールの跡が出やすいとか出やすいよな多分な。だから別に次回はそうですね。まあどっちがいいの？もうやめてあげてください。まあ大学しっかりね教育しようからね。こうやってやられるのが全然違うもんなやっぱな。こうやってやっとけば。うん。このまま濡らずにこのまま置いていくんだろう。とりあえずあの乾かして固めてから。いやそれはまずいそれはまずい。それはそれぐらいの思い出は。なんか白い点々があるんですけどってクレームくる。結構あるよこれ何なのビスアート？多分この配管の位置をずらしたんじゃないですか、ね、直してずらします、ね、この表紙もやってかんかったんだね。そういうことね、センスだな、センスセンス本当にセンス。あとこれ引っ張る部分をさちょっと下げて動くようにして、すごいここに引っかかる部分すごいな。見ただけで気づかないことも気づく、気づかんだろこんな。ていうかもうこんなとこわざわざ俺が社長でも管理しようと思う、ここを見るのにしゃがむのが嫌だ。いやバーッと見て、あんまあいかちょっと汚いとこねえなって、ここをこうやって見るか絶対見るっていうか今網戸がここ引っかかったんで、うん、こっち行かないってことは多分コマ引っかかってるんで。はいお疲れ様です。ちょっと違う、すごい郵便局の人がすっごい見てるからね。休憩で今違いました。いいちょ温度差すごいからね。いいちょ何それ、温度差がすごすぎてついていけないんですけど。誰も来た もうすぐピンクになっちゃうから河合さんも今なんか仕事を今年はちょっと頑張って今数字ね目標立てて今やってる中でなんかキャンペーンプッシュ込みましょう。あそうですね、何だったっけ、まあ、見積もり依頼してもらって、うんまあ、あの工事制約になったら、うん、近いし何それ結構ケルヒア、ケルヒアあの洗浄の、うん、家庭用の洗浄機、うん、あれいいよ、それプレゼントしてくれるんですか。まあまあいい、うん、それ高圧洗浄みたいなのができるってこと。そうそうあれってさ、なんかわかる、あのめちゃくちゃ高い何十万もするようなもんじゃないのよ、数枚なんだけど、なんかでも自分で買ってもらったよみたいな。そう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 、プレゼントしてくれたらあったらいいんだけど、いいなと思ったらあれすごい、確かにそれはいい、車もらえる。でやっぱり家とか綺麗にしてる人だったらブロックとか塀とかを、うん、床とかめちゃくちゃ綺麗なの。だってあの普通のホースよりすっごい圧がすっごいもんね。全然そう、まあ、先着順そうそうやっとんかな、うん、だからもう漏れなく、まあ、何十万以上工事の制約とかそんな感じだよね多分。まあ、そうですちょっと不安一応なんか反則はまたチーム分けてやっとんかな。 あとイベントか、イベント、ね、あの愛知名義の方はあのホームページ見てもらったら分かると思うんですけど、郵便局だとかなんかああいうイベント会場とかで各地方でやってますね、借りて
あのイベントっていうか、まあ、相談会形式だから、まあ、ちょっと写真とかなんか持ってきてもらうといいと思うんだけど、まあ、でその時にはあくまでも見積もりしたくないっていや、もう本当にうちはもっと押し込めよっていう、俺が座っとったらもし万が一ねまた会ったことないけど、俺だったら絶対見積もり取ってたの、いらんだから一回見に行きますわとか言って、だけどまあうちのやつらはそのガツガツ系いないからすごい会社だと思うんだよ俺、それみんな当たり前にしとるけど、その会社ないからね、それしつこく電話しろって俺も本当言ってないからね。すごい江藤さんと被ってくるのやめてくれますそう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 こっち真剣やったそうそうそうこっち真剣やった江藤さん控えめだから。でも意外と河合さん営業の仕事やっとるんだな責任者としてもやってない人だと思われてるんですか、ね、はい、まあ、いいます。またぜひそのイベントとかね、また見積もり以外もあの興味ありましたら、はい、ぜひあのお問い合わせください。よろしくお願いします、はい、お願いします。せーの、まだ見てねー。